どうも皆さん、おじゃすってことで、ジャシンと申します。はい、今回なんですけども、ゼルダ無双のね、ちょっとミニチャレンジを紹介しようの回です。今回やってくるのが、こちら、打倒アストル。まあ、こいつだけなんですけども、今考えてみると、ストーリーで、まあ、こいつと一対一で戦ったのって、コログの森で戦った時以来じゃないかって思って、ちょっとね、珍しいなと思って、はい、こちらをね、やっていこうかなと思います。もちろん、パーティーは、テラコではなく、リンクと。で、なんとなく、ね、英傑の、なんか、幻影の、なんか、カース英傑みたいなやつがいるから、もしかしたらこのマスターソードが、まあ、特攻効くんじゃないかって思ったので、まあ、ちょっとマスターソードで、ね、行こうかなと思います。服は、まあ、満足でいいかな。料理も、まあ、正直ね、楽勝だと思うんで、食わなくてもいけると思うんだよね。よし。行きましょう。ここで戦うんだ。いきなり、待って。ほら、マスターソードなんか削るんだよ。マスターソード限定なのか知らないけど。これ削って、オッケー。ゲニーたちが一体ね、あ、これどんどん倒していくっていうやつか。なるほどね。ほら、動けねえだろ、お前ら。この力を前に。タイマーの剣の前に。ひれ伏せ。エクスカリバー！よし。門外でいく。やっぱリンクが強いね。うん。いいよ。待て、危ない。あんまり食らいたくないんだよ。食らったらさ、この剣ビームがさ、なくなっちゃうから、あまりやめてほしい。遠距離攻撃してくるんだ。うわ、いる。危ね。3、4。片方は危ね。あ、危ね。食らったことあった。これで倒して、お、レベルアップもしたね。2、3、4、ぐるぐる回って、リンクはこれが最強だから、この技。よし。突き刺す。剣ビーム便利だな、こういう雑魚相手に。一発で沈めてくれる。危ないよ。ちょ、お前ら、本気出すぎだよ。もうちょっとお手柔らかに、お手、あー、食らっちゃった。くそ。もう食らったらもういいわ。なんでも。こいつを壊しちゃった。以上。宝箱は手に入ってるそうだね。なんもなしか。あ、なんかいる。何これ。俺か。俺と戦ってるのか。よし。やろう。終わったわ。やっぱ、偽物は本物には勝てねえんだよ。この世の断りですよ。断り。なんかめっちゃいるんだけど、俺が。俺がめっちゃいる。怖い。なんか、あまり気分が乗らない。自分を痛みつけんの。しかし、消えてもらおう。お前も転んでるね。おお、手応えがねえの、お前な。サクセス。私が直々に葬ってやる。お前もうストーリーで死んでんの。帰れ。帰れ、星に。もう久々ゲージもう3つも溜まってるけど大丈夫かな。これボコボコショータイムで。はい、まず一発で、ここ止めて殴る。できるだけ多くのポイントゲージを食べる。削る削る。1234でぐるぐるやって、で解除したところをここで弾いて、またあーくそ、やばい、待って、くそ。いやー、ちょっと難しいな。久しぶりのアストロスがちょっとダッシュが入れづらい。遊びは終わりよ。え、何もあんな攻撃あったっけ。あ、難しいな。タイミングがかかりづらい。これ入る。で、飛べれるよ。よし。もうなんか以前とは比べ物にならない。熟練してるわ。え、わかんないけど、なんか取り巻きが全然ねえからさ、お前弱すぎんの。頑張れ、もうちょっと削れなら来るぞ。え、なんか瞬間でした。お、これ、これラッシュ簡単。この弾は簡単だ。それは覚えてる。そしてエクスカリバー。これ HP も少ないから、あまりうかうかしてらんないな。削って、よし。あと一発ぐらいかな、スマッシュ。
必殺だったら死にそうな気がするけど、どうなんだ。え、くだらぬ戦場で命を落とす気はなく、ここは急ぐ。引くのお前。え、でも終わったけど、これなんか続きある感じだな。ちょっと気になるぞ、続きが。さあどうでしょう、来るか続き。来ないんかい。なんでお前撤退してどこ行くんだよ。と場所突き止めようぜマジで。でないもんな他のねえチャレンジで。まだ続きがあるのか。なんか忘れると推奨レベル70以上があるらしいから、そこでまた出くわすんだろうな。まあちょっとね、思いのほかあっさりしてしまったので、もう一個行きましょうか。薬剤の使者たち、春日の4体だね。で推奨レベルも64と、まあ、若干怪しいのが2人いるんだけど、まあ、多分ねリンクとインパばっか使うからいいんじゃないかなって逆に思ってる。逆にね。でちょっと武器も変えとくか。重心の剣、これを使って、ここら辺はまあいいか。で料理もこれ食っとく。これ一番強いやつ、ダメージ 12% 増加、これ食っとくか。美味しそう。素晴らしい、素晴らしい、似てるっしょ。よし行こう。あ、いきなりだ。待って、どうなった。あ、待ってやだ。ここだ、これ個別に用意されてる、ありがたい話に。マジっすか、マジっすか、ロックンロール。うわーきついな、これこうなると思ってなかった俺。どうしよう、今戦いながらすごいどうしようか考えてる。俺に務まんのかこの戦いが。持久戦だよな、これダメだ。とんでもない持久戦が始まるな。ただ俺は勝つぞ。みんなは美味しいものは先に食べる派ですか、それとも後に食べる派ですか。僕はね先に食べる派なんですよ。なぜかというと、一番空腹の時に一番うまいものを食うのが一番うまいから、今その状態。今甘い蜜つきます。僕は今、俺甘い蜜をつける。この後苦痛が待ってるとも知らずに。ただここら辺は楽勝だと思うんだよな。誰が誰に対応するかっていうのが一番大事だよ。雷の数がさ、ゼルダとかに対応したら終わるんだけど、弓ゼルダって使いづらいよな。どう思う、どう思う。あれだな、ウルボザに変えておくべきだったな、キャラクター。まだね、ハイラルゴはね俺好きだから使いやすいんだよ。ゼルダはちょっと遺恨が残るだな。うまい。またか、ナナさんおいで。あ、初めてだ。痛い痛い。ウィー、これで勝ちかな。お疲れ。よし、安心して一緒に戦いますね。どういうこと、一緒に戦えるって。あ、これ開く、もしかして。開かないんかい、マジか。あ、よかったよかった、インパならいける。 OK、 ひたすらゲージをためたい。OK、 やっぱこのインを回収するムーブがやっぱ間に合い。 OK、 危ねえ。 OK、 で溜まってからスマッシュ打って、切れかけの時に叩き込もうか。あんま隙がねえんだよなこいつ。これを出し切れんな、なかなか出してたら。ここであと引けようか。ここで、ことは残るは風と火か。風は楽勝なんだけど、火はちょっとあれかもしれない、難しいかもしれない。俺はこの光を。え、ぐらいけ。ただもう溜まってる。強いんじゃないんか、マジで。よし、カエルさん、かわいい。
何これ。あー、分身式、あー、ここで。ここ使おう。ここは使わざるを得ない。これで消えねえかな、幻影たち。消えた？いいぞ。いや、消えてねえ。なんだあいつ。あ、消えたか。消えてる。消えたよ、なんか空中が違う。削る削る。私の大体スタミナ肌は、切るのではなく、削る。そればっかしてくんだ。ありがてえ。よし、無駄なく打とう。多分これでさ、削り切れるから、勝てんじゃない？これで。あと、ほら。あ、でも削れねえか。さらに。どうだろう。あ、いいね。よし。これで勝負ありと。やっぱ強いね。じゃあ次。うわ、風が、あれか。入られろうか。3、4。いいよ。オッケー。ナイス、入られろう。当たらない。オッケー。OK、これで削る。うまい。削れる。よし。エクスカリバー。放て。OK、あんま削れねえ。削れねえな。OK、無駄なく。ただいいね。相性がいいぞ。かなり。あ、だ。ちょっと待って。何これ。なんか、瓦礫みたいなのある。わかんない。この地形が把握できない俺。どうなってる？何このクソみたいな地形。待って。あとスピエ。OK。いい感じに来てるよ今。今のところいい感じよ。いやもうこの後のことがもう心配で心配でさ。いった待って。確かにさ、あったあった。取れてなるものか。待って。リンゴ。お前遠距離やっぱ怖いな。何これ。ちょっと待って、わかんねえ。強いの出てきた。初めて見る攻撃だ。あとスキー。1、2、3、4。これ切り替えて。これも削れる。よし。あ、やろ。よし、バカだ。これを効果。なんだそれ。初めてのパソコンを使う時の自信みたいな。何にも知らないやつだ。OK、こうだ。うまい。ラッシュ君なんでかいぞ。あ、稼いだ。またバカだんか。効果。こうまたこれか。これさ、結構後付きあるからさ、狙えるんだよね、攻撃が。ただ、おっそ。さあ、これで倒せるか。全然食らねえじゃん。何してきたよ、お前、今まで。頑張るね、ちょっと。OK。これで、A、もう一回言うとか。これで多分削るでしょ。倒せるでしょ。頼む。もうしか言ってない。もう最先不安すぎる。よし。さあ、皆さん、これで僕は勝てるでしょうか。とても心配です。ゼルダ。はい、お父様。まあ。お、でも結構いいぞ。舐めてたけど俺強いぞ結構。あ、しかしラッシュ俺が減らそうだ。4でこれであのシールド削れるから。お、うまい。うまくない ?1、2、3、4。お、いけんじゃん。俺がうめえってか。待って、俺がうめえ。ほらどないですか。ほら放て光を。あまり食らわない。やばい。どうなんだろうな。これ絶対あと挟んでいくべきか、
溜める動きをするべきかっていう話があるので、あの見えません。一生ラッシュ取るゲームになってる。よかったかな、まあ、もしかしたらあのゼルダでカースガンこれで。よかったっつってあるラッシュ取りやすいからさ。1、2、3、4、5、それで放つ。もう削れる。で、あーこれあれかゼルダ、お、でも削れる。ゼルダはあれかキャンセルできない類の人種だ。そこは理解した。何これ、待って、まだ立てます。まだ立てる、そう、こんな攻撃見たことない。やっぱつかない方がいいな、これこっちから。このくらい、うまい。レースに行こう。3分ある、3分ある、3分であと半分以上削れて、いけるか。いや、俺ならいける。このくらい、受けなさい。実況だな、これで。これありがたい。さあ放て、光の矢だ。いけるぞいけるぞいけるぞ。絶対あれ使わない、もう溜める動きしよう。来たぞ、ぞ第二形態1だ。第二形態でも動きは変わんないな。いけるいける、よしよしよし。怖え、怖えよ。いいよ、ワンパターン戦法いいよ、カースガノンさん。それで俺に勝とうっていうのが 100億光年早いよ。ほら、どないですか。私に力をください。あれ時間があんまりなくなってきた、今思ってるけど。よっしゃ削れ、ひさとがたまんねえな、これやべえな。そうずっとこのパターンか。早く溜まってくれ、見とろ。止まって、OK。 1、2、3、4、5、これで弓矢を放て。よし、これで A ボタン。いけるいけるいける、絶対いける、勝てる。よし、弓矢が放てない。よし、削れる、一撃。よっしゃ、頼む、倒してくれゼルダ。よっしゃ、つらかった。これ運良かったな俺、マジでゼルダが炎で良かったわ。他のやつだったら終わった、ラッシュ取れない敵だったら終わってたわ、正直。良かった、なんでお前の武器が手に入るんだよ。よしよしよし、久しぶりにちょっと刺激のある戦いができて俺は楽しかった。なんか増えるかな、増えないか。多分ね、70以上はここら辺のやつを全部こなさないと無理なのかな。70以上のねダンジョンが出るまでちょっと頑張ってねやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。そんな感じで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。